心拍が吹いても剥げない国産仏壇輪島漆器仏壇店の永田浩紀でございます。今ですね、今日は1月の14日日曜日ですね、TBS テレビでですね、ちょうど川鍋の国産仏壇の作り方を紹介されております。当店の山本親方もですね、こうやって一つ一つ手作りで作っておりますね。こうやってですね、テレビでですね、紹介していただけるというのは本当にありがたいです。もうこれはもう日本の伝統工芸、もう粋を尽くしたですね、職人の一品でございます。一つですね、よかったらば皆さんも見てやってください。よろしくお願い申し上げます。